朝寝ですよ。ああ、坊ちゃんだね。入りなさい。今日、なぜここに呼ばれたかわかるよね。わかりません。どうしてもダメだよ。昨日の昼休み、君はここで何をした？うち、何もしてません。なら、先生が言おうか。先生の昼の充電中、先生が動けないのいいことに、君は先生の腕を外して、どこかへ持ってっちゃっただろう。なんでわかってしまったん？坊ちゃんは知らなかったかもしれないが、先生は充電中でも目は見えてるんだよ。嘘、そうなん？先生もさすがに焦ったよ。変ないたずらをしちゃダメじゃないか。ごめんなさい。もうしません。まあ、すぐに返しに来てくれたから、これ以上は怒らないけど、でも一体、先生の腕を何に使ったんだい？校舎の横の狭い溝の奥に子犬が落ちて動けへんようになってしもてて。先生の腕やったら狭い溝の中でも伸びて届くと思って、子犬を助けるためにかびました。ほう。それで子犬は無事だったのかい？はい、飼い主のおばちゃんにちゃんと返してあげました。おばちゃん泣きながら、ありがとう、ありがとうってめっちゃ喜んでたよ。雨もいっぱい降れたよ。なんと心温まる話なんだろう。いや、これは先生が腹が転じてしまったようだ。坊ちゃん偉いぞ。先生もちょっと感動したな。ほんまに？うち、ことした？ええことしたぞ。この腕のオーナーとして、僕も誇りに思うよ。そんな話なら、どんどん聞きたいな。それやったら、もう一個、役に立った話あるで。本当かい？まだ何かあったのかい？子犬を助けたたびにな、ヨウムギさんがなんか困った顔してたってはってん。ほんで、先生の腕見せあげたら、これすごいな、ちょっと助けてくれへんかって頼まれてん。ほう、坊ちゃん、ヨウムギさんも助けてあげたのかい？偉いね。でも、用務員さん、一体何に困ってたんだろう。なんかな、高学年用のトイレの便器が詰まってしもたんやって。え？先生の腕って、伸びるしくねくね曲がるやろ？そやから。ちょっと待てよ、坊ちゃん。皆まで言うなよ。まさかとは思うけど、そのトイレの詰まりを、先生の腕で直した、とは言わないよね。そうやで、ヨウムギさん、めっちゃ感心してはったで。魔法の杖みたいやって、ありがとうって何回も言われたで。つまりその、先生の腕は誰かのうんちをつっついたってことになっちゃうのかな？そうやな、つっついたって言うより、わしつかみやんな、あはははは。わっはっはっは。バカ者。